はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。2時を回りましたね。7月は23日の日曜でございまして、まったりとしています。千代田区32度来ましたね。この部屋ね、今までね冷房入れたんで27度なんで涼しいですの。すぐに暑くなるんですけどね。さて本題いきましょう。お隣さんのメディアを毎日ネットでねこうチェックしていくんですけどね、本当に面白い国ですね。こう日本ではですねちょっとわからない理解できないようなことがわーっとですねこう波になってこう来るわけですよ。最近の一番は処理水問題ですね。 IAEA が大丈夫って言ってるのをですね、なんとかこれをこうテコにして政権を取ろうという、あのひっくり返して奪おうというですね野党勢力がやいのやいのやいの言ってまして、それに対して左派系メディアが同情してやいのやいのと言って、それをそんなあかんって科学的な根拠でかあの考えなあかんねんという保守メディアですね。韓国政府はですねこれは何でもないという方針になりました。でそれのやいのやいのというやりあれもあの論争があって、いや不思議ですね。あのサイエンスで考えればすぐに決着が出る問題なんですけど、大論争になってて、うわお隣やなと思って、いたらですね、最近ねあの実態はよく分からないんで私は何とも解説できないんですけども、お隣さんの小学校ではですね、小学校の生徒がですね教師を殴るという部分何ともよう分からんのが出てましてですね、ちょっと昨日の方が多かったですね。今日の朝鮮オンラインですね、今日の朝鮮オンライン現在どうなってるかというとですね、ヘッドライン昨日、それをもう20日まで遡るのかな、じゃあ21日か、おととい、いや昨日か、昨日はこれや、先生だって殴られたくないって朝鮮日報コラム、今は朝鮮オンライン見てるんですけど、ね、これが昨日ですね。ほんで一昨日、女性教師に殴る蹴るの暴行、小6男子児童が児童に転校処分、ソウル7月21日、小6男子が女性教諭に殴る蹴るの暴行、全治3週間の怪我を負わせるソウル、もう同じ事件ですかね。7月20日、小学生女児に2ヶ月間暴力振るわれた担任、救急搬送され全治6週間、イルチョン、日本語で人選って書きますけど、ちょっと置きまして、これはですね、22日、小学校教諭の自死、まあ、極端な選択をされたということですね。めぐりフェイクニュースを広めた、キム、読め、漢字なのに、おいてという字なんですけど、これ音読み知らんわ。キム・オシュン氏ですかね。謝罪どころか追加取材する。小学校教諭の自死に韓国与党議員が関与。で、まあ、流した女性議員に涙で全書を訴える独自。これは昨日ですね。ジャーナリストのキム・オシュン氏、またまたフェイクニュースと。これ多分、キム・オシュンという方がですね、多分左派系の人なんでしょうね。だから、朝鮮日報が攻撃してるんだと思います。小学校教諭の自死、3期目の韓国与党議員が関与。ようわからんけど。そうですね、この辺、20日あたりから急激に出てきました。小学校内でですね、生徒は教師に対して暴力を振るうと。どうでしょうね、小学校6年生の男子生徒であれば、普通の大人の女性とですね、ガチのですね、勝負をすればですね、小学校6年生の男子の方が強いんちゃうかなという気はしますね。もう大人みたいな男子いますからね、小6で。そうすると女性よりも腕力が強いんかなという気がしますけど、それで暴力が行われているという非常にこう嫌な世界ですね。
今日本でもですね、小学校の教師のなり手が極端に少なくなっていてですね、それだけ優秀な人間は取れないんちゃうかとかいう危惧がですね、囁かれています。私ももうね子育てほぼ終わってるんでですね、関係ないっちゃ関係ないですけど、公立小学校にはですね、やっぱしね、うちほぼ全員公立小学校に行ったわけなんですね。地元のですね。でもうその何回も何回も行って先生ともお話しする機会もあったんですけど、レベル低い。なんと言いましょうね、私もね、しょうもないサラリーマン世界を多少経験した後でですね、広告業者としてね、三流広告代理店とですね、まあまあそこそこ一流のですね、マンションデベロッパーと相手にしてきたんですけど、社会人としてのレベルとしてはかなり低いですね。物のこう答え方とかですね、お話ししてた感じで、あ、こいつアホやなという、まだまだと分かってしまうという、あーと、こんなやつが先生してるのかと、まあ、しゃあないじゃしゃあないですけどね。いや、国語の先生と手紙のやり取りしましたけど、ひどいもんでしたね。お前、ほんまに国語かみたいな感じですよ。まあひどい。それがさらに最近落ち、さらにレベルが落ちるという話になってまして、ふーんと思って、授業参観も行きましたけど、まあひどいレベルですね。俺が代わりに教えたのかと思いましたけど、ほんまに、まあなんていうか、どうでしょうね、私の子供たちを教えてくれた先生っていうのは私よりちょっとぐらい年下のレベルで、今で言えば多分50代なんでしょうけども、そんなにね、そのなんて言いますかね、採用の時にやすやすとこう採用されたタイプではな、時代ではないと思うんですけど、それでもレベル低いですね。さらに今もっと低くなろうとしてると、もう暗淡たる思いがしますけど、まあしゃあないですよね。その昔は、なんていうか、就職難の時はですね、優秀な人がですね、教師をやろうとして、小学校でも中学校でも教師になろうとしたんですけど、今はね、あんなもんね、あんなもんって変ですけど、なんていうか、デモシカも、デモシカ時代の僕らの時はデモシカでしたけど、それ以下ですね。なあ、でもしゃあないかと思って。もう打っちゃ過ぎましたんでいいですけど、これがね、国立になると全然ちゃうんですよね。私立は学校によるんですけど、多少まともですね、多少ね。でもね、小学校くらいの時はしゃあないですよ。小学校って本当社会勉強で、世の中にはいろんな人間いるんやということを知るわけであって、で小学校の時に小学校の教師に当たるのはもうしょうもない大人がいるというのの勉強みたいなもんですね、あれね。日本人にとって、大方の日本人にとっては大体アホですからね。まあしゃあないですよ。でも大人さんではですね、その大人さんがどういうことだったのか知りませんけども、その小学校の生徒たちがですね、教師をぶん殴って、まあ教師がですね、ケアをして、もういえいえと言ってるって、やめたらええね、そもそも小学校という制度をね。時々みんなで遊びに行こうぜっていう制度をして、あとはみんなビデオ授業にしたらいいんですよ。だから小学校に 1,2 年生ぐらいまではね、学校に行って何か教えてもらうといいですけど、もう3年生4年生ぐらいになるともうビデオ授業でいいと思いますよ。そもそも学校教育に意味ないんちゃうかなと思うんですよ。いい授業であればね、ビデオで十分だと思うんですよ。だから韓国もね、このそんな教室にみんな集めて物を教えようなんていうね、アホなことせえへんかったらね、殴られなくて済むわけですよ。で韓国には男子は徴兵制度があるわけですから、そこで社会の秩序は叩き込めるわけですよ。だからもういらんやん小学校と、いらんと思うよ、はっきり言って学校で、日本でも韓国でも、で社会に出た時にその秩序を学べばいいわけであって、あるいはスポーツをしたい人はね、そういう集まりに行けばいいわけであって、あるいはもっと突っ込んで勉強したいという人はそういう、こう仕組みを作ればいいわけですよ。で教えに行く人間がいてですね、インテリがきちんとしたインテリがね、教えに行けばいいわけですよ。みんなが教室に集まって学ぶというシステムはもうね、
20世紀までの制度これからやめましょうと私は思いますね。はい、ということでですね、貼るページないんですけど、この著作オンラインのね、トップページだけを貼っておきますね。確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。